クロサギ第2話の予告が裏切り平野仕様の感動的なセリフでファン大興奮。キング・ブンスの平野仕様が主演する連続ドラマ、クロサギ TBSK の第2話が放送され、世帯平均視聴率7.3%、ビデオリサーチ調べ、関東地区以下どうを記録しました。初回の9.2%から大幅にダウンし、注目を集めました。 物語では、男性アイドルグループを応援する女性が詐欺被害に遭うというストーリーが展開され、ジャニーズファンを中心にネット上で話題になっています。黒詐欺は黒丸氏と夏原武氏による人気漫画、黒詐欺シリーズ小学館を実写化したリメイク版で2006年4月期に放送された連続ドラマの再構築です。 物語は、詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆志,志郎、平野史洋が詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となり、詐欺被害者を救いつつ、自身の敵に立ち向かっていくというものです。第二話には、男性アイドルファンの江本道流役で八木陸士さんが登場しました。道流はネット上で、出会いはせや、の広告を見つけ、 判定家は中三清に色深夜のもと訪れ、死のアイドルとのお出会いを実現するために契約を結びますが、お金を騙し取られてしまいます。その情報を知った黒崎が行動を開始します。物語の終盤では、黒崎がお金を取り戻した後、未知流が馬鹿だった。私なんかが彼に会えるわけないのに、と後悔の言葉を口にします。 すると黒崎は、そうだね。多分彼には江本さんの思いは一生伝わらないかもしれないけど、でもその思いは江本さんにとって大切なものだよね。彼が幸せになれば自分も幸せになる。そんな存在があるなんて素晴らしいことだ。彼は江本さんたちの幸せのために頑張っているんだよ、と励まします。 ドラマの設定とはいえ現役アイドルの平野菓子とファンの関係性に触れたことが話題になりました。SNS 上では、感慨深い、潮君が言うと重みがある、胸に響いた、など、様々な反応が寄せられました。また、ドラマ放送後、脚本を手掛けた死のエリコさんは自身のツイッターで裏話を明かしました。 ちなみに黒崎の死の彼には江本さんの思いは一生伝わらないという最初のセリフ平野くんは胸が痛いと言っていたそうです。ごめんなさい。黒崎の優しさです。でもでも、最後までセリフを聞いていただければ、結局のところ皆さんの思いはちゃんと届いてるんだよ、というシーンです。と投稿しています。ジャニーズに詳しい記者。 黒詐第2話で平野潮の感動的なシーンにファンは未了原作者である黒丸氏も29日部平楽しかった。2話も本当に面白かった。平野さんの演技が本当に本当に素晴らしい。と感想をツイートしました。 かつてジャニーズ事務所に所属していた山下智久の代表作として知られる黒詐欺ですが、今回の平野版もネット上での評判は好調のようです。しかし、第2話では平野のファンがショックを受ける出来事も起きました。初回放送終了後の次回予告では、平野が人差し指を曲げて相手の視線を引きつける場面がありました。 同日、ドラマ公式ツイッターも、第2話は10月28日金曜夜10時放送。ロングバージョンの予告を公開します。として、そのシーンを含む動画を公開しました。しかし、本放送ではそのシーンは放送されませんでした。この映像はまるで自分の目の前で指食いをされたかのような迫力のあるシーンでファンにとって見逃せない場面でした。 当然、28日の第2話で放送されるものと予想されていましたが、実際の放送では黒崎が指食いをするシーンは正面ではなく横からのショットでした、と同記者は説明します。この予告詐欺に対してネット上ではファンが予告と本編の映像の角度が違うんだね。 指食いは正面から見たかった予告とは角度が違ってちょっと残念。まさかの正面じゃない。予告だけが正面なんてそんなことあるんだ。と失望の声を上げていたようです。一部のネット上では山下版と比較してネガティブなコメントも見られる平野版、クロサギ。第2話の視聴率は初回を下回ってしまいましたが、これから巻き返すことができるでしょうか 今後の展開にも期待が高まります。